よいよ始まったオリンピックの年。元日の朝からコートに立つ桃田選手の姿がありました。桃田選手の強さを支えるのがこのフットワーク。コートを縦横無尽に動きます。その秘密は靴の中にありました。桃田選手の足の指です。人一倍長いと言われるこの指で床をつかみ、俊敏な動きを生んでいるのです。この日の特徴的な足の指を生かした素早い動き、ギリギリでシャトルを拾い続けるこの戦い方で、去年は破竹の勢いで勝利を重ねました。世界選手権などトップ選手が揃う5大大会では、実に4大会でタイトルをつかみました。さらに実力を上げて東京オリンピック本番に臨む決意です。すごい緊張すると思いますし、冷静に試合はそんなにできないと思うんですけど、そこまでの準備をしっかりして、これだけやってきたから大丈夫だっていうふうに思えるぐらい、普段の練習からしっかり、自分と向き合って、堂々と、プレーできたらいいかなと思います。昨シーズン故障なく戦い抜いた背景には、環境の大きな変化がありました。世界で活躍するプロサッカー選手たちと同じマネジメント会社に所属した桃田選手。アマチュアの自分に比べ、プロ選手たちの自己管理意識の高さに驚かされたといいます。